水草近所の川で取ってきてん。これ綺麗よ。あの取ってきてん。綺麗な川があって、うん、あの水草綺麗から取ってきて、ね、下にグッてこう埋めてるねん。それからこの魚、こいつこれ取ってきた川で。であの土壌みたいなやつ、これあのうなぎみたいなやつも、これ見える？うなぎみたいなやつ、ほらこれ。こいつ泳ぎ回るんだよね。これほら。であのつこのすすあの石の下の方をぐわー顔突っ込んで、んで食べてるわ、何やらかんやら。だいぶ大きくなったわ。はい。ね、この黒いのは店で買ってきたモリーで、でこいつがあの母親で、いっぱい子供を産んでこんなに増えてしまって、でエビも取ってきたんだよ近所の川で。いいでしょう。でこれもこの横にほくろみたいになるやつも、で動きがねすごいあの元気で、見とったら楽しいわこれ。であのちっちゃいエビも取ってきたんやけど、今どこに乗るかわからんだよね。どこやろ、今見つからへんねんやけどな。でもこれが私たちの、アクアリアムです。ヘルシーヘルシー、水変えたところです。あの水変えるの 20% ぐらいでいいらしいよ、うん、本物の水草やっぱりいいわ、ね、エビが食べてるしこれを。じゃあまたねー。